はーい、やっていきましょう。マリオカート8、スカイプ実況ということで、まずは、メンバーをどうぞ。え、メンバーです。決めろあ、や。メンバーですじゃない。メメンンババーですじゃない。ー、メンバーだよ、もう決めて。はい、どうも、こっちは山さんです。はい。はい、どうも、T よしです。はい、どうも、T よしマンスです。はい、初登場です。くだるな。あのね、さっきちょっと口頭じゃんけんというものをね、やっててね、決めたはずなんですけど、ちょっとなぜかみんなね。ヤッさんが先だったはずなんだけど。え、負けたんだからそっち先でしょ。え、おかしいでしょ。え、勝ったんだからそっちじゃないの。もしもし、ちょっと始めます。はい、はい。もう、なんないきなり。まずはエレクトロドリームで。で、前にカービィが今。カービィ。ね、カービィこっち向くな。カービィに見られながら走りましょう。なんでだよ、怖いわ。カービィがじーっとこっち向いてくる。背中にトゲがついてるやつ。トゲがついてる。痛い、痛い、割った、落ちた。本当に久々なんだけど。なあ、前もさ、ここで落ちた気がするんだけど、俺。このさ、最初のカーブの池に落ちた。このステージは、うわぁ、うわぁ、ここのステージはなんだよ。このステージはあったのに、何だよ。ここのステージは、うわ、わからん。日本語のオッケー。ご想像にお任せします。わけわかんねえよ。さてと、アイテムもない、アイテムもない、ね、ない。日米安保条約。あ、アメリカいなかった。日米安保条約。今ここで通用するのそれ。アメリカがいなかった。通用するスカイなんてそこら辺にやる。ここ日本だった、忘れてた。日本しかいちゃう。え、私日本人だった。日米安保条約。日安保条約。私日本人だった、忘れてた。日本同士で仲良くしましょうという。日本人でしょ。限界耐えない。日本人は日本人でもね、変人っていう人と普通の人っていうね、一般っていう人が。あ、なるほど。で、変人はテイト君。おーい、そりゃそうだろ。ね、今さら何を言うてんの。そうだよ、チート君だろ。痛い。このザラザラ邪魔。もうザラザラが。はい、テイタくんです。もう言うな、なんでこうなるんだよ。じゃじゃーん。じゃじゃーんじゃなくて。じゃじゃーんって何。こうなったら正座に発表しても。さて、このキラーはどこで使おうかな。さあ、このキラーはちょっと左側に、ね、使いましょうかね。テイタくんがいいって、テイタくんがあるじゃん。ハント、なんか誰もいないんだけど。誰もいない。あ、いた。よし。え、俺、いやな、変な声。変な声。何今の、俺のお母さんが叱るの。そうなの。そんな声すんの。それ遠回しに俺が女子っていうことと一緒じゃねえか。俺が女子みたいな声してるって言ってました。そうだよ。なんでだよ。女子じゃねえですよ、もう。なんか下がりすぎ。さーて、やりましょう。どこだっけ、ここは。シャーベットランド。もうこっからちゃんとやります。64シャーベットランド、 DC シャーベットランドスタイル。ちゃんとやるっていう行為がヤマさんとテイト君にできるとはもう思えないんですけど。できないね。あー、ちゃらけちゃらけちゃらけちゃダメでしょ。一気に撤回すんなよ。おー、もっと来た。2秒後に撤回。あーもう待って。うーん、何がまともんだよ。もう崩れたわ。そもそもね、このメンバーでまともにしようと思ったらいいんだよ。そうそう、このメンバーは結構な気違い、いや、うん、気違いとしか言えない。気違いメンバー。でも今タヌキちゃんがやったらどうなるんだろう。もっとつってやばくなんじゃないか。前のタヌキちゃんよりひどくなってるよね。前のタヌキちゃんの方がね、叫ぶんじゃねえ、もしかして。初叫びじゃん。初叫び言うな。ゲストとかどこで使ったらいいん、これ。ゲストとかね、みんながね、ゲストを使うタイミングは君の心の中に来る。危ない。俺の心はそう叫んだ。あやかさんをプライベートに。何で持ってんの、そんなもの。燃やします。燃やします。燃やします。ああ適当に使いすぎでしょ。もうとりあえず赤コーラを消すっていう声しかの頭になかった。やった、また赤さん。また赤さん来てる。なんで運どうなってんの今の。
じゃあ、ヤマさんの数々の奇跡はね、お見せしてるから、ね。あ、怖い。赤さんの国のマウンテン。そう、カルテナイなんで。次の国のやつみたいに言うな。ねえ。ねえ。それだ、そこ。なんか追ってきた。なんか赤いしましまが追ってきた。赤いしましまいいな、おい、こら。赤と、黒と白のしましまは分けとくんだ。しましま言うなって。わかんない人多すぎだろ、そのネタ。ちょっと待って。俺が全世界に広げる。で、広げる。こうやってさ、前に暴走番犬じゃなくて、番犬暴走じゃ番犬が。喧嘩を買う。暴走ってなーねーの。このスターで、あ、キノコが出たら OK。やっと出た。キノコ出たから勝て。これで勝つる。ノーノーノー。これで勝てる。どうだろう、飛んだ方がいいのかな、飛んだ方がいいのかな。飛んだ日に、飛んで日にいる夏の虫。俺だったバイバーイ。よし待て、あなたは出し。なんで赤コーラ出んの、最後の最後で。出た。ひらがな読めるかってやつがいるし。読めるわ。カタカナなら読めます。ダメだ。さて、3レース目ね、やっていきましょう。ピーチサーキットです。おはようございます。ピンクのものを見たらラブホに見えてしまう、この私。言いやがった。いや、言いやがった。まさかそうだと思ったって本当に言いやがったぞ。なんで生きられるんだ。変態は変態でも人に好かれる変態だから大丈夫。そうだ、愛着が湧く変態だ。わけわからん、それ略して愛着。ここで投げる。怖い。何言ってんの、提督は一人でワーワー騒いで騒いで、わーわーギャーギャーと騒ぎやがって。当たる。みんなでしょ、それ。それ全員でしょ。当たる。まず俺の動画のセグがギャーギャーワーワーギャーギャーワーワー。タグがギャーギャー。最悪なタグじゃねえか。関連のギャーギャーワーワー。やだ。何その、何その、ぬダイナ。タグで釣られて誰が食うだろ。毎回。おお。シェフ。わあ。自分でかかるな。違う、1位の人に投げたから1位が当たるかなって思ったんだよ。1位だいぶ先じゃない。そしたらさ、1位の人はの、あの真ん前に着地したくせに爆発 しなかったさ。1位あの後どっちか。そう、俺のとこだったらちょっと右に着地してた。え、嘘。ラグか。ラグじゃん。じゃあこの赤コーラはね、あのエステルっていう人に、ちょっとエステに行ってくださいよ。あー、出たよ。うふは早くなった。このキノコでちょっとショートカットしてアイテムを取ってキノコを引くっていう作戦に出よう。引けたこれは予想外。やめろよ、ね、お前だから言ったていとこ、お前はこの野郎、ボムへ起き上がって、暴走族一員ていと、やめろ、暴走するよ。暴走する。逮捕します。最後できるほどの懲役近いか。20年以下の、懲役20年以下の懲役。あ、溶けづいた。このキノコで決める。運命を変えます。運命を変えさせません。それで運命を変えます。運命を変えます。お、運命変えましたね。変わった。運命変わった。ズバリ当ててみましょう。あなたの運命はどう思う？いや、もうそう、怒った後だし。運命はどう思う？やめなさい、もう。運命でも変えます。ちょうどいい。さて、ファイナルレース、レインボーロードです。いよいよ最後になってしまいました。いやー、時が経つのは早いね。え？どんだけ生きたんだ。どんだけ生きてたんだ。どんだけ生きたんだ。いっぱいね、叫びました。はい、喉が。もうあれだ。踏まれた。ここエンディングに最高じゃん。エンディング言うな。もうこのパートでなんか。エンディングにいいコースじゃねえか。このパートで終わりそう。こんな回ヒストリー終わりみたいな。マリオヒストリーの終わりそうってやめろ。このさ、走ってるところに乗せて、スタッフロール乗せんな。スタッフロール乗せたらね、絶対に。まだまだ終わりだろ。マリオストーリー終わらせてたから。マリオヒストリー、マリオストーリーか。
出演、あ、その3人出して出演したら悲しすぎるんだって。いいパートの近いですか。そうだよ、その3人出たのはこのパートだよ。パート1って言ってもらう。皆様のご声援ありがとうございました。単発実況じゃないか。じゃあ単発どころかマリオヒストリー自体が終わる。やっと3度回避。うわー、やりやがった、ずる。もう飲みすぎ、落ちた。皆様のご声援ありがとうございました。その日は飲みすぎ落ちる終了です。だから終わらせようとするな。これちょっと緊張の日でまた来年ぐらいにお会いしましょう。だいぶ時な。この辺で2年後かよ。2年後にまた皆さんお会いいたしましょう。本当にやんのかよ。あ、いや、年明けてどう。年明けて、年明け2年後じゃねえよ。じゃあ皆さん年明けに会いましょう。2010年、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。はい、おーい、残念でした。もはやまだクリスマスも来てないと思う、これあげると。クリスマスは今年はやってみない。あちょっと気まぐれでやってみない。サンタクロースはインフルエンザ。なんでだったかこれ。こんな感じになってはい、じゃあ今回は終わります。ご視聴ありがとうございました。バイ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 。2015年ハッピーニューイヤー。